お昼ご飯作ります。今日はこのあんかけ買った焼きそばで夏野菜、ちょっと野菜取るって感じにします。がっつりと野菜を補給しときたいので、夏野菜のあんかけ買った焼きそばにします。できました。夏野菜のあんかけ焼きそばですね。こんな感じで夏野菜をたっぷりと入れてみました。こんな感じです。ズッキーニとかアスパラとかトマトとかゴーヤですね、なんかをあんかけにしてみました。じゃあこれを今から食べていってみようかなと思います。美味しそうですね。うん、夏にぴったりですよ。じゃあ行ってみようかなと思います。こんな感じです。今日晴れてますね。でも明日からそうでもないみたいな話ですけど、とりあえずじゃあ朝日座オフで。うん、美味しい。じゃあこの夏野菜のあんかけ焼きそばいきます。まずね、このね、まだパリパリのところいきます。いきます。うん、サクサクでいいですね。ズッキーニとかゴーヤと一緒にいってみます。うん、おいしい。苦味が最高ですね。これいきます。うん、うん、野菜とるのはこれが一番ですよ。うん、アスパラトマトといってみます。うん、アスパラ最高ですね。バッチです。じゃあゆっくり食べます。今日は晴れてますけどね、暑いですよ。さっき外行ってきましたけど、うん、軽く買い物出かけたんですけど、めちゃくちゃ暑かったです。今日まで暑いらしいですね。明日からちょっと落ち着くなんて話がありますけどね。どうなんですかね。もうまあ暑くて、夏だから暑くていいんですけどね。まだまだ暑い日は続きますけど、これは何ですかね。8月9日なんですかね。ハグされたい男優男性著名人ランキング、4位がタケルくんらしいですね。これでもなんか4位だからあれだな、なんで4位なのかが書いてないですけど、オールアバウトなんで、あんまタケルくんが強いやつではないですよね。で、3位が中村智也で、同率1位なんですね。同率1位で、1人目が横浜流星で、吉沢亮も1位ですね。吉沢亮はね、今ね、今ときめいてる感じじゃないですかね。海外でね、2010年の俳優デビュー以来、様々な作品に出演し、2017年の映画、銀魂では、沖田総司を演じた。その後、テレビ小説、夏空や、映画キングダムに出演する大ブレイク。現在放送中の大河ドラマ青天を衝けでは渋沢栄一役で、大河ドラマ初出演初主演を務めていると。そんな吉沢さんは20代前半30代前半から最も票が集まっていることから、さまざまな世代に人気があり、ハグしたいハグされたいと思われているんです。吉沢亮君ってなんだろうな、こうまあ誰が見てもイケメンって感じのイケメンですよね。あとなんか昨日なんですけど、たけるくんからね、LINE、多分見てる人みんな LINE 入ってると思うんですけど、LINE 来ましたよね。これ、謎な LINE ですよね、これは。T シャツ出たよ。ってなって、写真が送られてきたんですけど、これですけどね。これ、神木くんですよね。神木隆之介くんのアンサーっていう、作ったんですかね。偽物作成している子がいるよっていうのが面白いやつだと思って。まあ、早速ね、何人かから、僕も視聴者のね、LINE 交換してる方から LINE 来ましたけどね。うん。あ、すみません。そして僕指摘されたんですけど、守られなかった者たちの監督って、あの方はゼゼ監督なんですね。多分ね。確かね。僕、セゼ監督かと思ってたけど、ゼゼって読むんですね。すいませんでした。間違いました。勘違いしてました。訂正させてください。申し訳ないです。ということで、まあ、神木くんのこれはね、可愛らしい写真ですけども、うん、ぜひまた、今日もぼちぼちと語っていけたらなと思っているので、よろしくお願いいたします。では。やりかい。は
鼻かい。これがちょっと長かったんで。はい。鼻かい。こっち来い。さらにですね、27人の金メダリスト全員をツイッターで発表しました。なんで来ないの？これや。なんで来ないの？なんで来ないの？なんで来ないの？くれくれ。